京の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ、今回は増穂さんに伺いました。新しいお店ですが、こんにちは。こんにちは。はい、こちらのお店まだこう新しいって感じが伝わってくるんですが、いつオープンされたんでしょうか。ずっと改装してまして、10月末、10月30日から、はい、リニューアルオープンしました。あ、そうですか。これは場所としては何店っていう感じになるんでしょうか。東店です。東店、はい、増穂さんの東店が、はい、リニューアルオープンいたしました。野中ゆきさんにお話を伺います。さあ、11月になりまして、例年より少し暖かかったりという日があるんですが、どういうものがおすすめでしょうか。今秋冬は柚子の入った柚子割り昆布大根ですとか、生姜柚子カプラ、あと柚子ベッタラがおすすめですね。あ、そうですか。こちらにもありますね。柚子ベッタラ、これ柚子味のベッタラ漬け、はい、美味しそうですね。はい、そして、新商品柚子割り昆布大根、はい、はい、ベッタラ漬けとどう違うんでしょうか。はい、ベッタラはお米の麹で漬けてて結構甘みがあるんですけども、柚子割り昆布大根の方は浅漬けのお大根、柚子風味にしたさっぱりしたお味ですね。あ、そうですか、はい、そして珍しいなと思ったのがこの限定品、聖護院柚子かぶら、はい、これはどういうものでしょうか。これは千枚漬け漬けているのと同じ京野菜の聖護院かぶらを柚子風味に漬けたもので、千枚漬けはもう薄くスライスするんですけど、これはもう厚く贅沢に塗るだけ。そうですか、はい、聖護院かぶらをこういうふうに、漬物にするって非常に、まあ、分厚く切るって珍しいと思うんですけれども、そうですね、お味としてはどんなお味なんでしょう。味、まあ、やっぱりかぶらなので、柔らかい食感で、まあ、歯触りも良くてきめの細かく、あ、そうですか。ちょっと甘みもあって食べやすい。そうですか、はい、それぞれこう微妙にこう歯ごたえとかお味が違うっていうことですね。そうですね、はい、そしてやはり冬のお野菜、日の菜とか、はい、こういうものも美味しいですよね。そうですね、まあ、ちょうどカブラどれも美味しい時期なので、はい、野中さんは本当にいろんなことをご存知なんですが、この名札、中国語のようにお見受けしましたが、はい、これ何て書いてあるんでしょう。まあ、中国語話せますというふうに書いてますね。はい、そうですか、すごいですね。はい、ペラペラというわけではないんですけど、じゃあちょっと一言で中国語で最後に、はい、最後に、はい、中国語話せますって言ってください。我会说汉语。わあ、はい、もう本当に、心強い、そういう野中さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。